この間ね、私納豆を持ってたんですよ。それをテーブルに持ってこうとしたら、キッチンの上に、まあ、こういう瓶が置いてあって、あ、この瓶捨てるとき毎回忘れちゃって、1週間ぐらい空の瓶がずっと置いてあって、これは良くないと思って、納豆を持ったままこの瓶を玄関に置いとけば捨てるの忘れないぞって思ったので、玄関に納豆と瓶持っていくじゃん。瓶は玄関に置くことに成功したので、その時に玄関に置いてある段ボールに気を取られちゃって、その段ボールを開けてクローゼットにしまって、で、あ、ご飯食べようって思って、あれ納豆ないな、私納豆どこやったんだろうって思って、すっごい納豆を探したの。キッチンとかテーブルの上とかで、最終的に見つけたのが、なんかね、玄関のど真ん中に納豆が置いてあって、それがパッて見つけた瞬間にね、その玄関にポツンって納豆が置いてあって、それが最近自分の中でね、すっごい楽しかった出来事で、だから最近はね、それを思い出してね、私納豆を玄関に置いたんだよなって思って、一週間ニコニコしてる。で、写真撮っとけばよかったって本当に思った。みんなに見せればよかった。写真撮らないで、あ、納豆見つけたって思って、その玄関に置いてある納豆をそのまま食べました。私はそう、納豆持って、瓶持って、あ、これ玄関に行かなきゃ、あ、段ボール届いてる、段ボールベリベリ、そう。